パトリック・ヘンリー・ブルースはアメリカ合衆国のモダニズムの画家であるバージニア州キャンベル軍に生まれた独立戦争時にバージニア植民地の指導者として知られるパトリック・ヘンリーを先祖に持ち南北戦争で資産は減らしたがかつては3000人の奴隷を使って農園を経営したファミリーの出身であった不動産の会社で働きながら1898年に リッチモンドの美術クラブの夜間コースで絵を学んだ。1900年に描いた絵が残されている。1902年にニューヨークに移り、ウィリアム・メリット・チェイスやロバート・ヘインライ、ケネス・ヘイズ・ミラーらに学んだ。1904年までにはパリに移り、パリには1933年まで滞在した。1908年の作品には、ルノワールやセザンヌの影響が見られたが、徐々に モダニズムの絵画のスタイルに変わっていった。アンリー・マティスが1908年から1911年まで教えたアカデミー・マティスの最初の学生の一人となった。1908年からサロン・ド・オトンヌに毎回出展するようになり20世紀初頭の多くの指導的な前衛画家と知り合った。1912年からロベール・ドローネーとソニア・ドローネーの夫妻と親しく交流し、 キュビスムよりも抽象化を進めたオルフィスムの画家たちの影響も受け、より抽象化を進めたスタイルになり、多くの芸術家に評価された。第一次世界大戦とその後の不景気でパリでしていた美術品の商売もうまくいかなくなり、健康をも害して1933年にアメリカに帰国した。1936年に手元に残った作品を、 廃却し、自らの生涯の痕跡をできるだけ消そうとした後、ニューヨークで自殺した。ありがとうございます。